おはようございます。本日は7月19日5時5分のADAの相場を見ております。現在地が現在の価格なんですけども、こちらのようにね出てますね。 13.24 円です。赤で書きましょうか。 13.24 円ですね。それで24時間の取引高はこちらに出ておりますよね。で、時価総額もここに出ておりますので、それぞれ確認してください。ここからですね、チャートの方に入っていくんですけども、やっぱ A だね、かなり供給量が安定してきましたね。しかも多い方に安定してきたんで、かなり、明るい兆しですな。で、チャートの方を見てみますと、こういう風になってます。私が前回確認したのは、こちらの方、赤いのでいきましょうか。高値ですね。この図の中で14日足なんですけども、14日間の中で一番高値がこちらで、一番安値がこちらです。で、そうしてですね、こちらの両方をぐーっと横に引っ張ることでボックスっていうのは形成できるんですよ。これが全体像です。で、反対側に引っ張るとき、これっていうのはボックスが転換したときですね。前回のレンジボックスがこの辺りに形成されていたんですけども、それがぐんと伸びてフェーズが変わったわけなんですよ。新しいフェーズっていうのはもう言うまでもなく、こちらの12円から14.5円のところですよね。まあ、ですので、この間でゆらゆらと変化しながら、上に当たったら下に行ってね、今ちょっと下がり気味ですけども、この中で推移して、そして上抜けていくところをまたもう一回ね、狙っていこうかなと思いますけども、この A だってのはね、ちょっと前まで、本当にね、2円とか3円とかね、5円とか6円とか、うろうろしちゃうんですよ。なかなか上がらないなってことだったんですけども、まあそういう時にこそ仕込むわけなんですよね。まあ今もなかなか上がられないなって、うろうろしてる時はここなんですよ。まあもちろん下がることもあるんで、リスクエッジをしなければなりませんけども、以前のようにね、2円、3円っていうのはもうはっきり言って、A だのホルダーさんがもうね、眠らしている金額の、総量だというふうに読むこともできるわけなんですよ。それは前回の、前々回の、ね、相場解説の方で申し上げましたけども、絶対に売らないADAファンっていうのがどのぐらいいるかなってことを、いろんな、ね、角度から詰めていけば、これも2円以下に下がったとしてもね、1円前後が関の山で、あとは、ね、上がるしかないなと。上昇の、ボラティリティが潜在的に控えていて、下落のボラティリティっていうのはもうないと。逆に下落するってことは ADA 自体が消えるってことだなっていうふうにリスクリアードが測れたんで仕込んでおくわけなんですよね。で、少し上昇したら、そこまでの上昇益でもってさらに買い増しをしていくと。で、今回ですね、7円8円前後で購入した金額がそのまんま今ね14円なんで、倍になってるわけなんですよ。ってことは、例えばですよ、100万円で購入したら100万円の利益出てるわけですから、この13円、14円あたりでもう100万別に買い足しても全く問題がないわけなんですよ。そういうふうにして、できた利益で新しい投資を繰り返していくと、本当にね、元手の資金っていうのは本当に恐ろしいほどちっちゃいんですけども、かなりのね、大きな利益を今、含み益として残しておくってことができます。以上のような形でね、今回だけの放送を聞いてもちょっと難しかったと思いますけども、今までの放送をずっとつなげて聞いていただいている方、本当にね、一緒にADAで利益を積み上げてきて、利益があればこそたくさんの、ね、期待がこのADAにも持てるんではないかなというふうに、思っても見ないでもないかなというところでございますね。はい、では本日は以上ですけども、それぞれ他の、パロメーターもありますので、また別の機会に解説しようと思います。それではありがとうございました。